いくよ。ひゃー、下川チャンネル。皆さんこんにちは、下川チャンネルのしもです。ということで今回はこちら、ポケモンカードゲーム超爆インパクト。今回こちらパックではなくポケカグミでございます。ということで今回ね、このグミが入っていて、そしてさらにポケモンのカードが1枚入りという仕様になっているみたいです。でこの中に入ってる出てくるカード一覧がこちら。まあこれ以外にもですね、全23種類入っているそうです。そして今回狙っていきたいのはもちろんズガドン GX でございますね。今大人気ですから、こちらズガドン GX 狙っていきたいんですけれども、まあ、ただ開封して食べてだけだったらまあちょっと面白くないということで、今回このズガドン GX がもし出なければ、私シモの体重公開しかもグミ食べながらの開封なので、もうグミが蓄積された重い状態でのね、体重測定になりますから。まあ、今回このね11パック1個100円なんですけど、まあ、川さんが全部自腹で買ってきてくれたということで、まあ、ちょっとそんな課題を課せられてしまいました。皆さん、ズガドン GX が出るように祈りながら一緒に開封楽しんでいきましょう。それでは早速1パック目からいきましょう。でね、お、もう見えとる、もう見えとる、つつけら小判でございますね。そしてこれがグミになっています。あ、すごいすごい、ツルツルだ。いただきます。うん、かわいい。これやっぱグレープ味ですね。あのゲームグミもあのグレープ味とかだったりするんですけど、だいたいこういうのはグレープが作りやすいんですかね。大人気なのかな。ということで2つ目はこちら。お、あー、ローラペルシアン、あんこもんでございます。グミ美味しい。でもこれがあと9パックもあるのか。カードとともにね、この食べた後のグミ入れも蓄積されております。ということで3パック目でいきましょう。お願いします。じゃじゃん。わ、イーブイ、かわいいけど、まあ、今のところ結構バラバラで出てますね。いただきます。いただきます。うん、何個食べても美味しいな。4つ目。当たり前に私もちょっとデブなので、もう普通にこのグミとか余裕で食べれちゃう。ということで、じゃじゃん、羽っこでございますね。バタッコのね、ロストマーチデッキに入れやすいんじゃないでしょうか。やばい、もうこれでグミが8個目だよ。やばい、どんどん体重が増えていく。パック目、やっぱグミとともにあの飲み物も飲んでるから、どんどん増えていく。やばい、じゃじゃん、あー出ないよ、ひどいで、ほんまひどいで。出てますけどもね。まあ、コモンとかがね、バラバラで出てくれてるのがまだ救いですね。いただきます。うん、もうめちゃめちゃ口の中が甘い。じゃあ、6パック目。もう本当に出てくれたの、いくよ、じゃじゃん。はぁ、いとまる。やばいな、これ。全然出んやん。いただきます。これカロリーどんぐらいあるん？書いてないけどさ、絶対あるやんな。めちゃめちゃ甘いもんだって、これ。めちゃくちゃ甘いもん。では7パック目いきますよ。じゃじゃん。あー、ひの嵐。好きやけど、好きやけど、めちゃめちゃ甘い。超贅沢してる気分。あー、やばい、残り4パックだよ。ズガドンジックス入ってる、入ってるやんな。信じてるで、ほんまに母さんの引きやからな、信じてるで。では行きましょう。じゃじゃん。はー、やばい、いとまる。やばい、マジでやばいねんけど。え、こんな出えへんもんなんや。もうめっちゃ普通に出ると思って、めちゃめちゃ余裕ぶっこいてたのに。残り半パックです。ではいきたいと思います。 GX お願いします。じゃじゃん。さーにゃマジでやばい。あー、こんなに募ってきた。あー、いきます。スガドン GX お願いします。いきます。じゃじゃん。あー、デルビル、マジで出んやん、もう腹くくるよ。食べます。やばい、もう10個も食べてしまった。やばくない？そもそもデブやのにデブまっしぐらなんですけど。ではラストバック、結構もう本気で祈ってますからね。あー、もうマジでやばい、もう今結構太ってるし、やばい。では行きたいと思います。スガドン GX お願いします。じゃじゃん。メリープが出てくれた。マジルギア GX ってか、もう GX 系何も出んかったし、プリズムスターも出んかったし、もうどうしよう。ということで、ズガドン GX は出ませんでした。体重計ということで、早速体重計測っていきたいと思います。これだけ食べましたしね。しかもさ、ちょ、これカメラのさ、重さもあるんちゃう？いきます。あー、これでいくよ。ひゃー、うー、あー、やばい
マジでデブなバレたやん。ということで本日もご視聴本当にありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして絶対に高評価押してほしいなって思ってます。以上、下川チャンネルでした。またね。